ございます。なんて顔洗っていきます。もうすぐ ICL するからメガネ卒業。これ100均のヘアバンドつけて顔洗います。化粧水はアナー、乳液は無印。洗ったんで、洗濯します。いや、プロテインいます。早くプロテイン混ぜろー。ねえ、何してんの。歯磨くで。プロテイン飲んでいきます。我が家は参りました。プロテインを飲んでます。しようと思ったらうちのせいで時間なくなった。しし、何つけたの。これなんかついてる。寝るときにマスクにテープいつもつけてるんで、ここに つきますね。ちょっと僕が、ピンクと抹茶、かわいい。毎朝、ヨシオちゃんが入れてくれます。久々のもんせんの。石を通した。ヨシオちゃんチーズ通した。寂しいね、僕ご飯用意しない。じゃあ、張り込んでいきます。張り込んでいきます。何してんの？パカー！勝手につまみ食いしてる。勝手に人の羊羹つまみ食いしてる。最悪や。なんか羊羹だ。もうコーヒー入れます。コーヒーのいい匂いしてる。食べ物の時間10時51分。いただきます。美味しそう。サクサク。こんな感じで休日はゆっくりして朝ごはんを食べてます。毎朝時間がないんで適当なご飯やけど。で、大体動画撮影土曜日にやってるんで、この後も撮影予定あります。 YouTube 撮影します。よし、ご飯食べ終わりまして、洗濯も干していきます。洗濯欲しい。この物干し竿にこちゃんが洗濯物担当のこちゃん。洗濯用ご飯だったわ。洗濯、吉江さんで洗濯からさんになりました。じゃあその間に洗い物していきます。うわ髪の毛も直していきます。吉江ちゃんがお掃除します。珍しく。うわー、じゃあね、いったらそれできてない、できてない。髪つけてちゃんとやってください。クリクリワイパーつけてやってください。ただいまの時刻14時46分。気づいたらこんな時間になってました。ち
とこんな感じで紙に書き出して YouTube の台本を考えてました。こんな時間になったので遅いけどお昼ご飯作っていきます。冷やし中華作っていきます。よしおちゃん冷やし中華まだ今年食べてないと思うから、こちらが料理してる間、よしおは次の YouTube の撮影台本作成中なんで続けます。あ、冷麺できました。冷し中華始めました。じゃあいただきます。いただきます。こんな感じで紙に台本をいっぱい書いてました。今までうんちしとって。いただきます。今日なんか昼遅めになりがちですね。今日は早起き失敗したからな。早起き失敗したんで、失敗した時はだいたい昼3時ぐらいになります、うん、この後食べて撮影して、撮影して撮影終わったらどっかに出かけるかちょっとまだ分かりませんが、うん、じゃあゆっくり食べていきます。動画撮影終わってよしおちゃんが人のベッドに寝てます。6時43分とりあえずおやつタイムだそうです。2回目のコーヒー、カフェオレ。変わっとった。ポテチ食べます。わあ。わあ。おやつタイム終わって動画編集の準備とかこのショート動画の撮影してたらもうこんな時間になっちゃいました。8時8時よ。まだ晩ご飯も食べてないな。こんな感じでだいたい土曜日編集とか撮影とかしてたら、こんな時間にご飯を食べることも多いです。うん、今日は出だしがさ、遅かった。あるな。失敗した。失敗した。明日早起きして朝一から編集して、うん、当日に絶対投稿。編集長が頑張るそうです。言って土日休みでも土日はなくなりますね。隣のじいさんもなんか奥さん帰ってきたみたいで、うるさくなってきたし。はい、着替えますよ。はい、お散歩行きます。お散歩夜の散歩、夜ご飯って考えるのめんどくちな。ちょっとこんな時間なんでご飯はどっか探してます。外に軽食行きます。ちょっとなんかお腹痛いんであっさりしたもん。しーちゃんお腹痛かったよ。フランシーに決定します。じゃあちょっと夜ご飯の旅に出ます。フランシー来ました。サーモン頼んだらなんか鮭みたいなの来ました。これ大丈夫ですか。まあいいでしょう。はい、食べていきましょう。いただきます。いただきます。くら寿司から帰ってきました。ちょっとスーパーやってからな。スーパーやってきて今からお風呂入って、お風呂入ってお家にあるワインとこのクッキーとチーズ、うん、これつまんで少しだけパーチ晩酌していきます。でもう早めに歯磨いて寝ようと思いますみたいな感じで、特に何の予定もない日の共働き休日ルーティーンでした。また平日の忙しい1週間のルーティーンとかも撮っていこうかなと思ってます。ではおやすみなさい。楽しんで見てもらえたら高評価とコメントとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。グッバイ YouTube。さあ、私が最近ハマってるコーンフレーク、袋入
イルデイです。